こんにちは、ニアリーイコールジョイの天野コノアと市原恵美とエシミルドンと藤沢莉子と村山優香と山田桃香と山田アリスです。よろしくお願いします。はい、皆さんありがとうございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。昨日配信された動画で、ここいないメンバーはすでにやってもらったんですけど、みんなにもこれから YouTube でどんなことやっていきたいのかっていうのを企画会議をしていただきたいと思います。皆さんの中から誰かにお願いしたいんですけども、やってくれる方いらっしゃいますでしょうか。リコちゃんはリコじゃん。リコ、はい、じゃあ私がやります。はい、頑張ります。では改めまして MC やります、藤沢莉子です。よろしくお願いします。はい、それでは早速始めていきましょう。みんなには前半のメンバーと同じアンケートを書いてもらったので、どんどん深掘りしていきます。ではコノアから、はい、いきますね。これだけは他のメンバーに負けない特技、口を動かずに話すことっていうのはどういうことでしょう。本当にそのままなんですけど、ゲームやるときとか、なんか口角を上げようって意識すると、なんか口が動かなくなっちゃって、まあ、リップシーンとか本当にいつも困ってます。今ね、見てると確かに動いてない。めっちゃそこ注目しちゃった。口見ちゃう。動いてない。でも可愛い。これだけはやりたくないって苦手なもの。球技、運動は本当に全部無理なんですけど、ボールが絡んでくるやつと、あと水泳が無理で、もう水泳とかは泳いだらなんか後ろに進んじゃう。ボールとかも本当に無理なので、なんかやっぱボールと友達になるところからちょっと始めなきゃいけないので、ちょっとこういう企画が来たらまずいと思います。でもね、YouTube でね、やってみたい企画にね、人工サーフィンって書いてある、ウォータースライダー。水苦手なんだけど、これはやりたいんだね。そう、人工サーフィンすごいやりたくて、てかみんなでやりたい。なんか体動かす系が多いね。アスレチックとかも書いてある。確かに、こうやって見たらね。こんな感じですかね。はい、このあのやってみたい企画。これは今次はあゆみと思います。はい、負けない特技メイクって書いてある。美容がね、すごいあゆみは詳しいから、メンバーこだわりとかある？メンバーの中で一番あると。おお、分かんないことはあゆみに聞きます。そうだね。これすごく面白いんだけど、やりたくないという苦手なものがお化け屋敷だ。結構結構ない？でもね、うん、YouTube でやってみたい企画がね、廃墟巡りなの。どっちどっち。なんかお化け屋敷を驚かせに来るけど、廃墟は誰もね驚かしに来ないから、驚かされるのがちょっと苦手。みんなでね、メンバーと何人かで行けたら。楽しそう。お祓い行こうね、その後。でもね、もう一つやってみたいのが、ニアリーイコールジョイを2倍速で踊りたい。面白そうね。いろんな速度で、逆にゆっくりとかも踊ったりしたら楽しいかな。確かに。どこが一番難しいかな。ね、どこ難しいか。感想のダンスって。ダンス。よくさ、目隠ししながら踊るとかあるじゃん。ああ。そういうのもやってみたい。確かに。ちょっとミステリアスなあゆみっぽい出ましたね。ですよね、あゆみは。はい。それでは次はレノン。はい。はい、聞いていきたいと思います。はい、お願いします。大食いやりたいって言ってる。挑戦したいこと、大食いめちゃくちゃやりたい。一番やりたい、ね、大食いね。でもね、多いらしい、宮城は。あとね、声優さんって書いてある。アニメとか好きやから、そう、一回やってみたい。何見てるんですか今。バキっていうなんかめっちゃ面白い、スコを殴り合いってアニメ。いけない特技、空手。これはもう何年やってたんでしたっけ。10年ちょいぐらいかな。生きてる半分。生きてる半分。これもみんなね、かっこいいよね。YouTube やってみたい企画、旅っていうのはどこ行きたいとか。え、無人島に行きたい。え、旅だね。なんか
サバイバルをしたい。あーあー、うん、寝るところから作るみたいなやつでしょ。そう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 、あの作りたい感じはある。確かに、うん、人生に一回は、うんうんうん、でのこんな感じで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。本当に次はゆうかに、あ、はい、はい、聞いていきたいと思います。お願いします。ゆうかは雑誌のモデルさんをやってみたい、挑戦したいから、すごい向いてるよ、うんうん、本当に顔がちっちゃいからね。そうだね、うん、こんなの引き潰されてるそんなことない。でもね、見てみたい。嬉しい。他のメンバーに負けない特技、福岡愛、地元愛ですね。地元愛、アイビンも福岡だけどさ、うん、福岡愛と愛があるよ、あるよ、あるよ。でもね、福岡本当に、ね、食べ物がマジで美味しい。美味しい。大食いするときは福岡の福岡行こう。福岡行ったら福岡行こう。 YouTube でやってみたい企画、うん、催眠術にかかってみたい。語りたい。なんかさ、よくさ、テレビとかで本当にかかってるのかなって思って自分で体験してこう確信を持ちたいね。はい、いい感じ。楽しそう。じゃあ、ありがとうございました。ありがとうございました。そしたら、次はももか。はい、ももかにいろいろ聞いてみたいと思います。誰も負けない特技、まつげの長さ、はい、これはね、これはもういろんなところで言ってるんですけど、うんうん、やっぱりまつげにはこだわりがいっぱいあるので。でも確かにももか本当にまつげ長いから美容液とかつけたりしてる、うん、そうそう、寝る前とかに、うん、わー、さすがですね。筋トレはサボっちゃうけど美容液だけは結構うまい。やってみたいこと、逆にね、はい、ゲットレディウィズミー、はい、おー、自分も見ながら準備したりとか、うん、それこそあの鈴木さんと富崎さんが やってらっしゃったりとかしてたのも見てたので、なんかいつかは自分がなんかファンの方に使ってもらえる動画ができたらいいなと思ってやってみたいね。見てみたい、見たいね、うん、あとね、落とし穴に落ちてみたい、はい、逆にね。そう、これはなんかもうただ私の願望なんですけど、人生で一回落ちてみたくて、もう出れるのは YouTube ぐらいかなと。確かに、確かに、うん、人生にね、あんまりないな。これはじゃあ絶対にやりましょう。やりたいです。お願いします。お願いします。ではどうか、ありがとうございます。ありがとう。それではアリス、はい、アリスに聞いていきますよ。お願いします。やりたいこと、したいこと。雑誌のモデルさん、はい、バンジージャンプ。え、バンジーよ。行ったことないから、ちょっと。うん、これは人気ですよ。人気というか負けない特技、ウィンク。おお、ミラリンコールジャイの MV でもミラリンコを、そうね、やれるので、ぜひ見てみてください。かわいい、かわいい。パートが1回ウィンク、2回ウィンク。じゃあバンジージャンプ中にウィンク。YouTube でやってみたい企画、1週間コーデ、遊園地、メイク、キャンプ、ヘアレンジ。かわいい、かわいい、かわいい。でもね、このヘアレンジは本当にあのメンバーによく、そう、アリスがやってて助かってます、はい、本当にありがとうございます。今こんな感じです。じゃあアリス、こっちか。アリス、ありがとうございます。私忘れてた、自分で。私ね、あのキキお茶が気になる。確かに、お茶だけは他のメンバーに負けないみたいな。お茶が本当に好きなの、うん、いつもお茶飲んでるんだけど、めっちゃやったことなくて、この会社のお茶とかじゃなくて、うん、緑茶、おじ茶、緑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 茶、心霊スポットに行くはやっぱ定番、みんなやりたいね。私本当に乗り気で怖い、みんなが乗り気で怖い。最近私は周りに不可解なことが多いんですよ。お払いも行くよ。何あるの最近不可解な、うん、ショールームしてた時にね、うん、
怖い話に最近吸い込まれるように聞いてしまうんですって言ったらね、私の映像がループしてたらしくて、なんか止まっガタガタガタでずっと同じ瞬間だけをずっとループしてたみたい。そうなの、最近ちょっとね吸い込まれてるの、結構そのなんか空気がすごい気持ち悪くなっちゃった。こんな感じですね、はい、ということでたくさん皆さん出してくれてありがとうございます。はい、もうないですかね、他に。あ、待って、追加していい？はい。なんか箱の中身は何時ろだみたいな。あそれ絶対カエル出てくるやつ。やってみたいね。やってみたい。やってみたい。なんじゃろな？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 そう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 。なんじゃろなんじゃろな？じゃろな？これをぜひ全部できるように私たちね頑張りましょう。はい。ということで、はい。私たちの目標の100万人登録を目指して、視聴者の方に楽しんでもらえる動画をどんどん作って、ニアリーイコールジョイメンバーの魅力が伝わるチャンネルにしていきましょう。はい、はいはい、みんなで頑張りましょう。はい、はい、頑張ります、はい。この動画がいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。